バグダード・バスラ高速鉄道路線は、イラク共和国の首都バグダードとバスラを結ぶ、都市間を2014年から運行している、高速鉄道路線である。東路線は、2011年6月24日、開催の2011年パリ航空省にて、フランス共和国の運輸担当副大臣であった、ティエリー・マリアニによって、最初に発表された。道路線が完成すると、ムサイブ、 カルバラー、ナジャフ及びサマーワを含む中間の都市とバグダードとバスラの奇襲点を結ぶ延長約 650km の路線となる。フランス企業のアルストムとイラク政府が提案した東路線を建設するという契約に関して彼は了解予防描きに署名したと語った。この年にアルストムとイラク政府による独占交渉が行われる。取引の発表時、 マリアにはまた彼が年内にプロジェクトを議論するためにイラクへ旅立つ予定であると語っている。アルストムの広報担当者によると同社は道路線の設計、建設及び運行をカバーする契約を求める予定であったが結局計画は取り消しされた。中国から導入された高速車両2014年には 当初予定した時速 250km から時速 160km になったものの、それまで老朽化した時速 64km の2つの車両しかなかった。この路線に中華人民共和国で製造された人太を司法記者車両の高速車両が導入された。ありがとうございます。